ここまで戦い抜き、改めて気づかされる。我らは民と交わらない。我らは戦場に生きている。では民はどうだ。そう、民は戦そのものと戦って生きている。我らとは決して交わらない。彼らは生きるために戦っている。それこそまさに我らの生き様そのものなのではないか。次の雇い主、我ら最後の契約相手は見定めた。では存分に戦おう。共に生きる未来を分かつために。行くぞ。前方にて攻勢開始。乱入し功をなすならば今この時しかありませぬ。秀吉様、あなた様を支援する許可をどうか私に。黒金の雨よ、降り注げ。豊臣にあだなす罪を流し清めろ。始めやがったか。太郎の夢は鬼の夢。年齢が過ぎて朝が来た。そんな話が好みだからよ。この門だけは通さねえ。家康、やつには力が必要だったのだろう。だからこそ豊臣として生き続けるべきだったのだ。なぜ人は裏切り、なぜ人は見限る。答えろ長宗我部。あいつは力のその先を求めた。こうなっちまったのはどうしようもねえ必然だ。いらぬ炎を吹き消すことこそ我が宿命。照度ならざる日の下に大事を打ち立ててみせようぞ。絆、それが最も強い力だとわしは信じている。あなたを倒し絆の力で世を滑る、それがわしの答えだ。貴様を砕きに来たのだ。望むところへ。我らは鋼、しなぎ、そして折れぬもの。やるども、そこらの守備は任せたぜ。心得ました。俺が認めたあいつはよ、大海原みてえに広すぎんのよ。私が許可する家康は豊臣で息吹それのみだ。我が左腕にて刃を借る。民、我に屈せよ。我らの銃口から逃れたけれど戦場を去るがいい。手を止めるな。少しでも家康様を援護するんだ。そんな敵地で前線に出る気か。下がれ。王軍に遅れはよし。現状は許容範囲。もっともっと束になってかかってきな。無数の我ら相手どこまで立ち向かえば。単純だ。平坦が甘い。備えなしに戦いなど続けられない。石田三成、今のあんたにはうなずけねえ。長宗我部元近、貴様を断じて認可しない。先制します。秀吉様、この鋼鉄をも食い破り、必ずやおそばにたどり着くと。あんたは
どっちの味方ってわけでもなさそうだな。
すぐにわかる。安心してくれみんな、わしらは断じて陰らず。やったな家康。だがよ、つけるべき蹴りがもう一つだ。すべてに肩をつけたなら、あの港に来いや。待ってるぜ。これまで耐えた時間こそが俺たちの力だ。弾薬が尽きるとでも試してみるがいい。まであと一歩です。いいだろう、今の気だ。拙者どこまでも突き従う所存。一人の望みを叶えんがため、あまたの骸が立ち並ぶか。ここは防御に徹する戦術を提案しよう。戦に生き、戦に散れ、それが名誉。レーボンド主人か、無敵なのに。you
全部隊突貫せよ。千里を走れ、我らが名声よ。我らがお前に与えよう。望む限りの弾幕。速やかに降伏せよ。もはや貴殿らに勝ち目はないぞ。三代目、我らの中で最も孫一を継ぐにふさわしかった。を一点に集中させて切り崩す。みんな準備はいいな。お。来るために必要なことだったからだ。ヤタのカラスの絆のようだと、そのようなものを訪れはしない。秀吉様を失った時点でこの世は終わりを迎えたのだ。我らを導け。風に答えろ家康。秀吉様は最後に何とおっしゃった。それをお前に告げるつもりはない。わしが抱え背負っていくと決めたんだ。どけ貴様、この私の団体を阻害するな。今だけは私の食材を邪魔するな。よけない。このような敗北。わしは心のどこかで安堵しているのか。いや、この大一番に自ら飛び込み、より崩れた方を狙う。正しいな。わしがお前でもきっとそうするだろう。我らは先へ。皆の涙を拭ってやってくれ。どうしたかかってこい。今ここで我らを雇いたいと？無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。襲うのはこの先の村だ。
かり戦がなくなってどいつもこいつも浮かれてやがる。それがお前たちの生き様か。誰だ。てめえらいつの間に。なんだってんだ。サイカ衆だと。戦がなくなってお前たちは消えたはず。我らの雇い主はこの国の未来、そして我らが果たすべきはそれをただ守り続けることだ。時を見込む日の本の明日に八田のカラスの轟きを。気前がいいな。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。